はい、さあ今日はですね、動画としては2本目3本目ですけども、行動としては初日です。はい、茨城アストロプラネッツさんと、タイの野球連盟さんとサズザキチャンネルの、共同野球教室です。だから、タイにいる日本人の子供さんとタイ人の、野球少年たちに、野球教室ね、アジアも含めて WBC で盛り上がってますから、野球をどんどん普及させていくためにサズザキもサズザキチャンネルも海外進出です。今日も一日頑張っていきましょう。してるよな。します。通常。1988年バンコクのアジア大会に向けてこの野球のこけら落としで球場を作ったらしくて。へー。当時学生の時に新之助が来たらしい。へー。うん、今からコントロールよく相手にしっかり投げれるように動ける動作を説明します。投げるときに何をどう気をつけたらコントロールよく投げれますか。はい、手をしっかり長く使って腕を振る、はい、相手にしっかり向くで、こうじゃなくてこうじゃなくてこうじゃなくてしっかり見せていいな。そうそうそう、もうちょっと頑張って、もうちょっと長くこういうの打ててみた、もうちょっと長く、ちょっとだけで、グローブのところに右手出す、そう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 、今の今の感じ、結構みんなちゃんとできてるよな、小学生で。タイだ。タイで。タイでも掘り込むよこれ。これはいけそうっすね。でも。タイ得意やない。そう。タイ得意ってなんか。タイ得意やない。タイで打つの得意やない。顔が右バッターだったらレフト、左バッターだったらライトで向いちゃうと、ここしか打てないから。顔がしっかりセンターバックスクリーン、腰回してもしっかり顔はセンター。ホームラン。ヘアやろ。ガイバーグ。マジ。ハイトの手法ある。わかるね。でしっかり打てればあれぐらい誰でもできるようになるから、頑張ってくださいよ。はい。じゃあ今から練習しましょう。好多啊！
強くきっちり投げれるとどこも守備位置どこでもそれはちゃんとできるから、まずしっかり自分できる距離を正確に丁寧に投げていってちょっとずつ伸ばしていくが大事です。勝つじゃなくてゆっくり適当に100回200回ヒットも意味ないじゃん。だからもう1球目から1本目から全力で自分の形で常にそれを30本でも50本でも100本でも常に全力で振ることが大事だから、何本じゃなくて、あとは続けれる本数、続けれる本数、だからもう毎日100本続けれないんだったら毎日30本でも50本でもいいから続けれる本数で、あんまり時間なかったら短くてもいいから強いスイング、だから数じゃなくて1本目から真剣に強いスイングをすることが大事。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。これからも引き続いて楽しくやるのが一番上達する近道だと思うので、今うまくできてもできなくても楽しんでやって続けてください。はい、今日一日ありがとうございました。ありがとうございました。